ポン。今日のお題は令和は熟女の時代である。パフ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 。なんのこっちゃ。ですね、これはですね、ダンスにも非常に関係があることなんですけれども、令和は女性の時代、なんか女性のエネルギーがすごくなんか良くなるようにとかってよく聞きますよね。女性が元気だと男性もすごくその恩恵を被られるらしいですよ。でそこでダンスをしている皆さんも男性のモチベーションを上げて、やる気にさせてあげて、この女性と組んでてよかったななんて言われたいもんだなと思いまして、今日はこのようなお題にしてみました。この本、前にちょっと紹介したと思うんですけど、膝裏伸ばしで全て解決。これはお医者さんが出している本なんですね。なんかベストセラーになったらしいですよ。で、そこでですね、これをビュン。なんかおばあさんみたいなこう格好しているモデルさんがいますけれども、これはですね、やっぱり私たち人間は二足歩行で、こう立位で立っていると、どうしても、伸展力といって、伸ばす方の筋肉、要するに脊柱をピッとこう起立させておくっていうのが伸展力なんですけど、それが徐々に重力にね、逆らえなくなってきて、まず肩甲骨なんかも手が前にこうちょっとついているから、その重みでニューンとこう引っ張られて、肩甲骨がどん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 外に行ってしまって、で、そうするとこの膝が曲がってきて、腰がズゴンと入ってきて、首が前に出てって、で、このようにやって、前に行ってカートをしているおばあさんがいたり、このまま後ろにこう手をこうやってひっくり返しているようになったり、いろいろなパターンがあるんですね。で、その状態でですよ、いやー、子育ても終わったわ、お金も少し余裕が出てきたわ、どれ、ダンス教室に行って、コンコンってダンスを教えてください、なんて言ったって、同じようなことできますかって話なんですよ、体が。なので、じゃあもうこの、例えばね、腰の曲がったおばあさんは、もうダンスも無理だから、あとはそのまま、寿命が来るまで、もう待つしかないのかって言ったら、そういうことではなくて、これをちょっと見ていただきたい。ラクラクブリッジ83歳とかって出てきたいですね。両手で全身を持ち上げる84歳とか出てきたいですね。もうすごいんですよ、おばあちゃんパワーが。ベタッと開脚できる75歳。前後開脚もお手の物みたいなことができると。で、おばあちゃんこんなだったんですよ丸くてこんなだったのがピーンと立ててるようになっちゃったと。で、足もももうピーッとこうタオルかけてね、ここにタオルかけてこうやってピーッとこう上げられるようになっちゃった。で、ベターってくっついちゃったっていうことができてて、じゃこれは、このおばあちゃん前からできてたんじゃないのとかってみんな言うんですけど、そうではなくて、この人たちは何をしたかというと、この先生がですね、膝の裏を伸ばさせたんだそうです。最初に膝の裏で、さっき言ったように2本出して立っていると、どうしても膝の裏がこうふっとこう曲がっていくんですね。重力で全部伸展力がなくなるから、膝の裏を伸ばすっていうのも伸展力ですから、でそれで膝の裏をどん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 伸ばしてあげるとめちゃめちゃいいことがあるよってよく最近サークルで言っていて、みんなねチャチャチャとか踊ってても、チャチャチャツースリーチャチャって、この人一体いつ膝まっすぐなるのかなって思うぐらい全然まっすぐならないんですね。で、なんかこうちょっとロアしてるみたいな感じのままこうやって踊ってみたりとかやってるんですね。ちゃんと後ろの方にこういう形にならない。で、これをよくダンス用語でニーバックなんて、メダルテストのところでニーバックバツとかって書かれてる人とかよくいるじゃないですか。で、ニーってのは膝って意味なんですけど、ニーをバックするっていうのは体に私は良くないと思います。だって骨格上無理ですからね、ニーが後ろに行くのは。ということは何するかって、ニーアップ、上に伸ばす、要するにここを上に伸ばす。そうすると綺麗にニーバックしたように見えるんだということなんですね。この肋骨が前に進んでいくと、インに入ってくると反対の肋骨がアウトになってこう出ていくという、その時にニーアップしてなかったらこの形はなりませんから、全体のバランスとしてやっぱり膝の裏を伸ばすということはすごくいいんだということです。そこでですね、ジャックナイフエクササイズ、こうやって腹、下腹、腹、肋骨、乳、全部ピタッて太ももにつけます。で、足首を持ちます。で、拳1個ぐらい開いてもらって、で、この状態で腹と乳を離さないでビーンと膝を伸ばすっていう、こういうエクササイズなんですけども、これなかなかできないらしいんですわ。で、できないと、あ、もうならないから無理無理とかってやめちゃったくなるんですけど、そこでまだね、さっきのおばあちゃんたちみたいに頑張っていただきたいので、これを最初は太ももに手を当てます。で、おへそをつけなくていい。で、それで上の方にハムストリングスをぐーっと伸ばしてあげてください。で、ハムってここね、後ろの筋肉、大腿二頭筋ね。で、この部分が硬くなってしまってると、腱が引っ張られちゃうんですよ。
なんでこのハムの起死部って言ってこのくっついてるところってこの座骨につきますから、この座骨をね天井にうらーってこう上げるような気持ちでハムストリングスをストレッチしてあげてください。でこれを1、2とかって言って10回ぐらいやります。で注意点は、前から見た時に足の内側に内反にならないでください。親指側にグッと入らないで、どっちかって言ったら薬指小指でキュッと握って足のアーチを出した状態、これがダメです。これダメな例、こうなるような形、逆にでそこでグッと上げてあげるといい感じでアーチができますから、ちょっとなんかちょっとこう大脚になったような感じがするんですけど、こっちにしないでくださいね。で、ジャックナイフする時もなんか頭がグッと入り込まないように、頭をただズドッとこう下げるような状態です。でないとなんか内旋してしまって頭に入れてこうやってる人って結構多いので、そうじゃなくてさっき言った小指薬指でやってギューッとまずは伸ばす。でできたなと思ったら今度はふくらはぎあたりを持って同じようにギューッと、とにかくハムストリングスのこの付け根、座骨のところを天井に向かってギューッと押し上げてあげる。そうするとこのハムストリングスのところからまたね鎖骨にずっとこう、つながっていくんですね。でこれがですね、ここの大殿筋、中殿筋、小殿筋っていう大中小っておけつの筋肉、その中にある梨状筋っていう強力にこう外旋させようと筋肉がついてるんです。それは深層部の筋肉、インナーマッスルなんですけど、梨状筋は 50% の人が亡くなってるんですってよ奥さん50% の人が欠落しちゃってるんですってよ。なので強力に外旋させてるはずなのに内旋しちゃってるから、出た時ドーンとかこういう形になってしまうってことなんですね。だから梨状筋がちゃんと使えてくると、きちっと外旋した状態で足が使えるようになってくる。奥様朗報ですわよ。このね中殿筋、それから梨状筋っていうのはキネシオロジーっていう、まあ、いろんな勉強してるんですけど、キネシオロジーってい う, こうタッチホーヘルスっていうやつなんですけども、その中でも経絡でいうと心包経という経絡なんですね。内転筋、中殿筋、梨状筋っていうのが全部心包経です。で心包経って何かと言ったらセクシャリティですよ。セクシャリティ、女らしいケツプリになるってことなんです。でこれが先ほどのようにずっと姿勢がこう丸くなってきて伸展力がなくなってくると、まずお尻ドーンって後傾して落ちちゃうんですね。そうするとプリンってなってたあの20代の子のケツはどこ行ったんですかみたいな、なんかこうピーマンみたいに長くなってボヨヨンボヨヨンみたいな感じになっててしまって、後ろからいても絶対おばさんだってバレちゃう。それが後ろから歩いてたら、あらひょっとして髪の毛も長いから若いのかしらとこう勘違いされるようなね、こうもう中殿筋からフェロモンブンブン出してもらってっていうことをよく最近言ってるんですよ。でなんかね、後ろから見たらおじさんなのかおばさんなのかよくわからない人ってよく買い物に行くといませんか。なんかレジのところでこの人はおじさんなのおばさんなのどっちっつって、ちょっと興味本位にさ、タッタッタッて周りに行っておばさんおばさんみたいな顔見たらおばさん、ちょっと乳があったわみたいな感じで、そんなに背中が広くなっちゃってさ、こんなになってても全然それこそセクシャリティの背の字もないみたいなね、それでは困ると。やっぱり女性のね時代、熟女の時代ですから令和は。でこの熟女っていうのがすごくって、何歳くらいから熟女なのかなと思ってちょっといろいろな文献をまた調べてみたら、まあ50過ぎの人が熟女なんだそうですよ。でなんか30代の人たちはもう私おばさんとか言ってるかもしれませんけど、まだ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 そんなもう 若々しいですね、子供です。まだ50代からだそうですよ皆様、どうしますか。で一番人間がいいのは60代って言われてるんですよ。なので、まあ、60になっちゃったら生理は上がってますよね、大体ね。ページ1上がりって上がってるんですけど、そこからが一番いい女性のホルモンが出るところなんだそうです。で、それを出すのが、実は中殿筋っていう筋肉が脳内にホルモンを出して、バン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 女性ホルモンを出すんだそうですよ。で、それのホルモン信号をね、電気信号で出せっていうのがこれだって言ったら、ね、仙台の先生が、じゃあ中殿筋のエクササイズそこだけやろうとかって冗談で言って、そこだけ盛り上がってたんですけども、すごく中殿筋がその脳内に女性ホルモン出してっていう風に働きかけるんだそうですね。そうするとお尻がいつの間にかなんかプリッとなってて、ウエストキュッとこう締まって、で女性ホルモンムンムンって出して、フェロモンバンバンみたいな、で男いっぱい寄ってくるわみたいな、もう どの人をリーダーにしようかしらみたいな、そんなことが起きたらとても楽しいですよね。60なんてみんなはぁってなってる時代から、えってなっていく時代に変わってくるよって言って、みんなもう目キラキラして教室から帰っていくんです。そうするとなので今みたいな、ただ膝の裏を
普通で伸ばしていくんじゃなくて、そうか、フェロモンムームーンとか言いながら、フェロモンムームーン、ホルモンムームーンとかって言ってやってくれると、すごくここからいい感じのフェロモンが出てきます。そして、なおさらまたいいのが、大臀筋、梨状筋とかが全部使えるようになってくるんですね。やっぱり筋肉って一回伸ばしてあげないと使えないんですよ。固まったままになってるから。なので苦痛かもしれませんけど、いいことだらけなので、おじおばさんにならないように50代からのもうムンムン熟女です。これ女性必見ですよね。ぜひやってみてください。